どうもさとみです。さあ今回なんですけども、第五人格新サバイバー、この前登場したばかりの、心理学者の限定衣装、アオサギの翼っていう衣装を使って遊んでいくんですけど、見てくださいよこの衣装。もう後ろから見ても横から見てもこの高級感が伝わる。でもね、俺思ったんだけど、高級感っていう言葉って本当に高いものに対しては使われないんだよね。めちゃめちゃ高いものに対して、どっちかっていうと値段が安いものなのに、こんなに安いのに見てこの見た目すごい高級感あふれてないみたいな感じの使い方されるから、なんかその高級感はあんま褒めてない気もしてきたいやでもこの服の原価とかね、いくらで売られてる服着てんのかとかちょっとわかんないからなんとも言えないけど、まず本当に見た感じめちゃめちゃ高そうに見えるっていう、この素晴らしいフォローね、俺のカバー力高いからよろしくお願いします、さとみです。ということでね、この衣装なんだっけ、アオサギの翼か、ちょっと漢字難しいんだよね。もう本当に可愛いのよ。でギャップがすごくて、この心理学者の初期衣装ってなんかグレーというかちょっと汚れたグレーみたいな感じで、なんかその暗めの色なのね。だからそれに対してもうこの反比例じゃないけど、こんな黄金の服を着ることによって翼授かっちゃったんだねっていう、やっぱそういうことなのよ。もう翼授かったってのも噛みすぎたけど、翼授かっちゃってる、噛んだけど2回連続で。そうなんですよ、もうその衣装のギャップがもうすでに翼生えてる。もう飛んできちゃった、もう翼本当に生えてるやつ飛んできちゃったもん。本当に羽生えてるやつ来ちゃったもん、傘飛んで。でこれ白黒無常が鬼ということで、ちょっとチェイスになるかなこれは。まあでもこの距離当たらない。今チャージ攻撃で突っ込まれたらワンチャン恐怖もらってる距離だった。危なかった本当にマジでギリギリだった。閉鎖空間付きね。でもねこれ一発分耐えれるから、心理学者はちょっと余裕ぶっこいたじゃないけど、まあなんとなく、あこの今裏にいると思ってた感じかな、待機してるって。じゃあ本当に待機しちゃおうかな、本当に待機しちゃおうかな。じゃあ、あバレてんなこれ、これバレてんな、これバレてんな、早く倒しちゃおう。じゃあさすがに見られてるか。よし、じゃあ距離離すか。んで残り5個、まだ5個か。てか俺そこ突き切ってないのか、つけたかったけどな。あそこもうちょいでつくんだよ、もう9割までいってるから。あぶねえあぶねえあぶねえ。さあ当てないよ、出ないよ、この板当てないと死ぬ。これを置かれたら当てないと死ぬから、ちょっとよーく見て、よーく見て、見たけどダメだ、翼授かってねえもん俺。マジでダメだった今のは。全然倒してたね今、打ち勝ってたんだけど。うわ来るよ来るよ来るなら倒す。で黒色になったか、黒色の方が正直俺的にはありがたい、白の方がだるい。旋回失敗旋回失敗したけど、ここは強気に一発もらって。いややっぱこれ耐えれるのってめっちゃ強くない？それだけでもバカ強えよこれ。あー感謝ね、感謝。白黒もありがちっちゃありがちだけど、なんだっけな、墓場の方をなんか使ってる感じしたから、さっきチャット見えた気がしたのよ。だからちょっとあそこで一発使ってっていう感じだったんだけど、もういなくなってるかな。そろそろ墓場行っていいかなこれ、行くか。お、ナイス、墓場の治療が、治療じゃねえわ、墓場の暗号機がこれで終わってる。これ殴ってくるべ。おい危ねえちょっと待って、 50% 解読中で、やめてよ本当に、もう逃がしてくれ。いいのか俺追ってて、暗号機ついちゃうぞ、飛ばないとついちゃうぞ暗号機。飛べ飛べ。でも飛んだところでこれもう守るっていう風になるとむずいよね。こうなったら俺を本当に瞬殺して、もう救助狩りで勝っていくかとかしか、もう結構勝ち筋ない気がするこれはあ 77% 早いな。義士がいるわけじゃないんだけど、囚人がいるからなんかそこそこ早いぞこれ。いいよ、もうちょいもうちょい、2台解読してんな、2台解読してるぞ。しかもお先に行くよ、ナイス、寸止め完了。あーこれもうついてしまうわこれは。なんかもう全然試合何したか覚えてないけど、俺何したか全然覚えてないけど、なんかとりあえず最初すごい喋ってたわ。てかさ、もうこれ仲直り発動するけどさ、今回さ珍しく衣装について話したなと思ったんだよ。終わるまで結構時間あったじゃんね。でちょっと満足げな気持ちだったんだけど、よくよく考えてみたら、この衣装の名前について触れてしかないなと思って翼授かっちゃったのよっていう、その話したぐらいじゃない、冷静に。なんかすげえ話した気でいたんだけど、なんかもうそういう体質になってんのかもしんない。もう俺が一戦目じゃ衣装について絶対に触れないっていうのがあるのかもね。最初解読してたからさ、触れる時間は全然あったはずなんだけど、なんかね心が否定してた、意地でも触れたくないっていう自分いたのかもしんない。めちゃめちゃ可愛い、ほら見て、半目になってたり、その目の色がねちょっとこのターコイズ色みたいな、エメラルド色みたいになってて、装飾とかもめちゃめちゃ可愛いのよっていう、なんかノーマルの心理学者の服装と比べてここ変わったよっていうポイントあるんだけど、もう一切触れなかったもんねそこもう完全に無意識だったけど。さあというわけで、なんか姿勢悪くない君、殴られてるからか、なんかパソコンしてる時の俺みたいになってるよ。その顔を前にこうグイってちょっと一段階前に突き出すみたいな。あ、アオサギってそこにかかってるんだ。
どうもというわけで2回戦目遊んでいきたいと思います。軍需工場やっていきましょう。まあまあまあ1回目ちょっと追われちゃったから今回は平和に過ごしたいって言ってると2回目も来るんだよね。まあやこれはとりあえずここを出て解読しちゃいますか。よしいいよ。あ待ってでもチャットにいるな、いるな、いたー。まあそれは義士に譲るわ、それは譲る。さすがにでロボットも動かしましたよと。あーまあロボットを動かすまでちょっと解読しててもよかった気がするけど、まあいいや。とりあえずこれ向かうか真ん中に。ほら見てよこの見た目、めちゃめちゃ可愛いんで。真ん中ないじゃん、珍しいな。ここにないって大体あるんだけどな。よしじゃあここの真ん中触っちゃおうかな。やってる傭兵がやってる、やってないか。あ今回傭兵いねえんだ。空軍占い師機械技師と呼んで、今占い師が、あー空軍がチェイスしてんのか。ナイス、ファーチェ空軍は普通にありがたい。で真ん中を解読するんだけど、行くよ。おい見てほら振り向くよ、真ん中シャッターチャン、シャッターチャンス来るよ来るよ来るよ、行くよ。おいちょっとカメラずれたなちょっとカメラずれてな。で女王が鬼と頑張れ。でねもうなんかその患者も囚人もそうなんだけどさ、元々の衣装がさそのグレーでちょっと汚れた感じのね、なんかそういう衣装だから、なんかその抑制された気持ちがあったのかわかんないけど、この限定衣装になった瞬間にめちゃめちゃ装飾激しいっていう。そうなのよ、患者も金色のなんかそのファーみたいなのつけてるし、この子も金色の何かつけてんのよ。頭の飾りもそうだけどさ、服に金のその線みたいの入れちゃったりしてさ、多分すっごい抑圧されてたんだろうね。なんかストレスみたいの抱えてたんだろうね。まあとにかくこの二人の共通点は、限定衣装になった瞬間にすごい羽を伸ばした、じゃあ暴れ馬になりかけてる次の限定衣装楽しみだね。どんなテイストの衣装出るんだろう。えってかさ待って、俺気づいたんだけどさ見て、やばくない、マジめちゃめちゃ谷間見えとるやん。ほら過去一じゃないこの露出感。いや露出してるわけではないけど、なんかこう意図的に上から覗き込むように見たら、そんなにさリアルというか、だってなんだったらあれだもんね、ちょっとこう見えそうだったもん、谷間を飛び越えて映ってはダメなところも映ってしまいそうな感じだったよ。今超リアルに作られてない、もしかして。えこれ運営カラーはそこに触れられないけど、やってくれる人はそこに気づいてるだろうみたいな、そこに気づいて広めて、ちょっとこの衣装欲しいっていう意欲を高くさせようっていう、俺気づいちゃうよそういうの。えちょっと待って、マジで見えたけどねさっきね、すごくない、ほら見て、ほらこれやばいよね、すごい。なんか映ってる気がする、鏡はここじゃない。これワンチャンね解読してるやつ狙う鏡はあるからちょっと注意しつつ、ほらやべえな、俺もう谷間しか見てねえよこの試合。近くにいるね。これなんかさポジションとかによってさ超頑張ってどれだけ深くまで見れるか選手権みたいな流行りそうだね解読中にしか見てないからさ、俺も画角に限界があるけどさ、本当にその画角っていう限界を超えてどこまでこう深く見れるのかっていう、すごいね。なんかね作り込まれてるっていうのかなこれは、逆にね。なんかねその貼り付けるだけな加工もできるわけで、こんな奥行きがある感じで表現できるんだって、なんか俺マジ感動したわ。すげえ第五人格、やっぱ第五人格なんだよやっぱり。さあそんな話をしているとやっぱもう解読がね寸止めまでできてしまうっていう、楽しい時間はあっという間って言うからね、結構楽しかったわ俺も。これ気づいてるやついる、これいないんじゃない、あんまりこんなとこまで見てるやついる、キャラの衣装いねえよな。やっぱ俺の実況であるからこそ細かいところまで気づいてしまうっていう、細かいところに気づくっていうので有名だからね、ホラーゲームから何しろね、どんなゲームに至っても。でこれ俺追ってくるかなと思ったけど追ってこない、相変わらずあの子を追ってる。義士が追われてんのかな今な。じゃあ普通にこっから出ちゃうよ、いいのこれ、出ちゃおう。空軍心理学者占い師、てか心理学者のスキル一回も使ってねこれね、あの倒れてる子に対しては使えないのよこれ。やっぱ3発殴んないと倒せないっていうのは相当強いよね。調光師とかってさ事故あるじゃん、不意打ちみたいな。この子に関してはないからね、常時発動してるわけだからさ。いやでもなんかキャラクターの見える範囲というか、なんかすごい感動したな俺、こんな奥行きのある衣装出るんだと思って。頑張ったよねこれはね、モデリング的な意味で。あ作っちゃった人も翼授かっちゃってんだ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。